岡松です。前回はコパセンスプラスを紹介しましたが、今日はその前作のコパ20プラスを履いてみたいと思います。基本スパイクは新作や新しいカラーが発表されると大幅に値下げされて販売されるので、今日紹介するコパ20プラスは販売当時は36,300円でしたが、新しいコパセンスが出てから今回約18,000円で販売されていたので買ってみました。まずコパセンスプラスと20プラスの違いは、まずデザインやセンスポット、タッチポット、レザーの範囲、アウトソール、あと足首周りの履き口が変更されています。前回のコパセンスプラスの動画でも紹介しましたが、アッパー素材に天然革、カンガルーレザーとアディダスプライムニットを使用したフュージョンスキンアッパーが用いられている点はコパセンスプラスとコパ20プラスは一緒で、ただコパ20プラスの方がレザーの使用範囲が広いのと、コパセンスプラスからインフロント、アウトフロントにタッチポット、ヒール部分にはセンスポットが採用されているので、こちらの20プラスにはそちらがありません。あと履き口の形状が違うことも、履いた時の足の詰まり具合が違うんじゃないかなと思います。コパセンスプラスと20プラスでは前足部のレザーの使用範囲が違いますが、ストレッチやフィット感、ボールタッチの良さはまあそれぞれ伝わりますが、このレザーの使用範囲によっての違いはあまり感じられませんでした。個人的に一番大きいなと思ったのが、このセンスから採用されたヒール部分のセンスポットのありなしは結構大きいなと思いました。こちらの20プラスもまあフィット感が感じられて、履いた時にあまり気になることはなかったんですが、まあ、ただそれはこちらの20プラスはコパセンスプラスに比べて履き口がだいぶ狭く、足首全体を360度覆う形になっているんですが、こちらのセンスプラスはより足首を自由に動かせるような履き口になっています。なのであまり足首が覆われるのが苦手という方はコパ20プラスよりこちらのセンスの方が向いているかなという感じがします。それぞれいいところがあって、この新しいモデルが出た後も前作のモデルを使用している選手、セルヒオ・ラモス選手がコパセンスが発表された後もポイント1を履いたり、 X ゴーストが発表された後もワイナルドム選手が X ポイント1のユニフォリアカラーをずっと使用されていたり、まあ、個人合う合わないがあるんじゃないかなと思います。天然芝の方で蹴ってみましたが、人工芝でそれぞれ蹴ってみるとどういう感じかっていうのもちょっと試してみたいので、今から蹴ってみたいと思います。
前作のモデルとはいえ、まあ、このプレミアムモデルを約半額で買えるのはありがたいですし、こういう機会にいろんなモデルのスパイクを試してみるのもまあいいんじゃないかなと思います。